本日の日付は令和5年の10月16日月曜日の夜になります。時刻は23時59分になりました。こんばんは、ドクターラスカルです。ドクターラスカル2330ライブ配信を始めます。本日の予定配信時間は1時間です。この配信はオープンレック TV、 ショールーム、ツイキャス、ニコニコ生放送、 YouTube ライブで同時に配信をしております。可能な限りコメントを拾いますので気軽に書き込みをお願いいたします。アーカイブが YouTube の隣のラスカルチャンネルにございます。ぜひチャンネル登録とご視聴をお願いいたします。はい、ということでですね、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、ちょっと YouTube ね、いろいろこうちょっとなんか今日ちょっとうまくいけないんでね、まあちょっとね、はい、はい、はい、聞こえないぞ、聞こえました。はい、 ID さんこんばんは。全然始まらないからブロックされ、そんなことないですゆりさんこんばんはありがとうございます。はい、お茶ありがとうございます。バニラさんこんばんは、ありがとうございます。はい、今さ、気に、いらないとすぐにブロックする人いるよな。まあね、まあそういうのはまあありますけど、私もでもあれですよ、私の中でブロックするガイドラインってありますけど、まあ、結構大丈夫ですよあんまりなんていうのかな、そのなんていうのかな、こう死にたい死にたいが始まっちゃうとやっぱりちょっと嫌かなっていうのがね、あるんで、ね、あ、違うんです、またあれです、いろいろちょっとパソコンの設定がねうまくいかなくて、で今日しかも時間なかったからね寝てないです。起きてます。はい、起きてますよって感じです。はい。ってことでね、今日も配信していきたいと思うんですけど、もしかするとね、今日ね、ショールームが入ってないかもしれないです。はい。で、ちょっとショールームのですね、IP だけね、ちょっと多分入らない感じなので、他はちょっとね、配信できてると思うんですけれども、ちょっと珍しいパターンですけどね、ちょっとショールームだけが配信できないという状態でね、配信していきたいと思います。約10分円滑でね、そう、VPN、そうです、そうです、VPN だと思われる、原因がね、ちょっと VPN 変えたんですよ、いろいろ。で、まあ、今までも使ってたんですけども、VPN。で、ちょっとね、もうちょっと複雑な VPN にしたんでね。個別の DM の内容、キャスのコメントに書いた自称原稿聴覚士がいたわ。それはダメだよね。やっぱダメだよ。個別で来たものはダメダメ。裏切り者って DM 送ったらクソブロックしてきた。なるほどね。それはまずいね。はい。ってことでね。やっていきたいと思うんですけどね、まあそれはダメだよね。やっぱもう医療に携わる人間はもう個人情報はもう絶対よ、絶対ダメよ、ダメよ、ダメダメってね。ツベもダメみたいね。あら、本当？ツベね、多分ね、予告したリンクから多分いけてないんだよ。オープンレックも YouTube も多分、最初にこう、通知したやつあるじゃないですか。その URL からだといけなくて、多分、なんていうのかな、デフォルトで多分配信してるのかな、って感じです。はい、YouTube 多分いってると思うよ。なんかね、こう、難しいんですよね。多分言ってると思うよ。そうそう。ね、これね。オープンレックもね、オープンレック言ってんのかな、俺よくわかんないんだよな。多分言ってないと思うんだ。全く別の、なんていうのかな、URL で今発信してると思われる。オープンレックと、それから YouTube はね。まあ一応、まあライブ配信中ではあるんだけど。そう、全然違う URL が
ぶっ飛んでってると思います。はい、また新たにこう振られたやつね。はい、ってことでね、まあ行こうかな。はい、ちょっと待ってね。まあちょっと軽く今つなぎ直しというか、ちょっと準備し直して出直していきたいと思います。はい、って感じでね。はい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 、さっきショールームも YouTube もキャスも、見れなかった。あ、本当に、どの媒体が安定してるんだろう。キャスですね、一番ね。はい、ひろやとさん、こんばんは、ありがとうございます。本当にすみません、いつもありがとうございます。聞こえました？あ、大丈夫？はいはいね。ってことでね、そうそう、あのね、キャスが多分一番安定してると思われます。はい、ね、なんですか、まあどうもね、そう、困ったもんだ。たまにこういうことが起きます。大変申し訳ございません。はい、まあね、一応もうこう日々日々ですね、こう、まあ一応改良しようと頑張ってるんですよ。で、改善がですね、まあこれがですね、あの時々解約になってしまうというね、まあとんでもない状態になるわけですが、はい、ってことでね、やっていけたらなというふうに思います。 YouTube もダメかな、ね、まあ、まあ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 、一応やっていきたいと思います。多分ね、YouTube はね、予告したリンクで発信できてないだけだと思うんです。いわゆるライブ予告をした、貼ったやつじゃないやつで、多分今ね、配信してんじゃないかなと思うんですよね。予告したリンク1秒で終わってますから、まあ、後で、やっときたいなと、直しときたいなというふうに思います。どこにあんだ？でもないな。困ったもんだ。はい。ってなわけでね、まあとりあえずね、まあ今日のタイトル、お話ししていきたいなと思います。まあタイトルの方はね、しっかり準備してるんだけど、何をやっちゃったのよ、私って感じですよね。私タコよね、おタコさんよねって、まあまあまあいつもタコなんですけどね。はい、って感じでいきたいと思います。はい、だいたいいけんじゃないかな。はい、でですね、まあまあまあ、これで、あれ？これ何時からにすればいいんだろう。多分これでね、予告入ってると思うんだよな。0時5分ぐらいからにすればいいのかな。はい。はい。ということでですね、あ、入ってる入ってる、多分大丈夫だよ。いってるよ。はい、ただまあなんだろうな、まあいいや。まあとりあえず行きましたんで、このまま始めていきます。よろしくお願いします。はい、って感じでね。あ、ちゃちゃさん、もういいです、こんばんは。はい、ありがとうございます。ということでね、やってきます。よろしくお願いします。ね、まあ、今日はね、今日のテーマはコロナ後遺症にも見える。あ、そう？あ、本当？そうだね。あのね、不登校とかね、あと、それからまあ、うつ病の増加っていうのもあるんですよね。なんだろうな、まあね、まあ一番ね、今日ねちょっとお話ししていきたいタイトル、まあ、メインです、結構大事なことなんですけども、まあ最近ね、その小児の領域っていうか、まあ小児科当たり前なんだけど不登校だからね、まあ結構そういう相談は多いです。お子さんがね、まあ、突然ちょっと学校行かなくなったよとか、なんか子供がうつっぽいんだよなとか、まあ、いろんなそういうのよく出てくるんですけど、ね、まあ、結構ここでも押し問答になるので、ちょっとまあこう一つの、ね、例としてお話をしていきたいと思うんですけど、まあ文科省の資料とかも本当は今日ちょっと出してお話しようかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっとそこまでちょっと、ね、出してる、ピックアップしてる時間がなかったので、今日は、ね、フリートークということでお話をしていこうと思うんですけれども、まあ、最近ね、正直言って本当に増えてます。不登校のお子さん、まあ、それから、まあ、心病んじゃうお子さんね、
で、まあ、これいくつも要因があるので、まあ、これっていうのがないんですよ、一つっていうのはね。でまずだから一番こう防がなきゃいけないのはいじめなんですね。でこのいじめに関してはですね、まあ、どんな理由があってもこれはもういじめた人間が悪いです。理由聞いてみると、まあ、ちょっとどっちも理由あるなって、どっちもどっちだなこれって思うところあるけども、でもいかなる理由があってもいじめた人間が悪いです。これはね、これはね思います、はい。だから結構そういうところっていうのは大人の世界変わっていかないと、もう子どもの世界って大人の世界の生き写しなんですよね。だからその大人の世界でいわゆるそのなんていうのかな、いるじゃないですか、まあ、ちょっと変わった人とかね、ちょっとなんかこう仕事が妙にできない人とかで、そういう人たちに対してこういじめるってことをやっていると、まあいじめだとは思ってないんでしょうけど、それをやってるとですね、そういうのっていうのは一向になくならないです、これはもう間違いないですね、はい。そうだね、もう私も不登校したからね、よしとるな。まあ不登校だし、今だってこうなんていうのかな、気分が優れなくなるとね、やっぱりこう現場離れようって気になるからね。だからやっぱりなんていうのかな、不登校になった時にまずこうやんなきゃいけないことっていうのがあるんですけど、まずね、やっちゃいけないこと、やっちゃいけないことこうね、もうどうしても不登校になった時にまず話しますけど、無理に行かせるってことをしちゃダメです。学校にね、結構ねそういう指導をやってる学校もあるんですよ。とりあえず学校に行かなくなったら無理にね、無理にでもこうね、まあ、習慣化してしまうので、その学校に来るように仕向けてくださいっていう学校はあるんですけども、それやっちゃうと本当に下手をすればですよ、永久に行かなくなっちゃうんですね。だからそれはちょっと困るので、まあ、そういうことが起きないようにね、していかないといけないなというふうに思ってます。で、まあ、どういうことかっていうとね、まあ、いじめも要因なんですけど、それだけじゃないんですよね。なんで学校行ってるのかよく分かんなくなっちゃう子もいるし、あとその人間関係がすごく苦手な子もいるし、本当いる理由はいろいろ。あとその自分はこうなんていうの、自分のペースで勉強したいんだけど、自分のペースで勉強できないから嫌だとかね、いろいろあります理由はね。だから一つ二つじゃない、ただまあ圧倒的にいじめは多いんだけれども、お子さんが学校行かなくなったら、まずね無理に行かせるんじゃなくて話を聞いてあげてください。いいから学校行けじゃなくて、まずね、なんでって話を聞いてあげてください。どうしたんだいって言ってね。そうで、絶対言っちゃいけないこと、学校行かなくてどうするんだっていう話ね。そんなのは親が考えてあげることですから、学校行かなくなったらどうやって子どもが勉強ね、遅れないようにしていくのかとか、そのお子さんがいわゆるその将来夢を叶えるためにね、学力を落とさないってことがどれだけ重要かってことをウエイトをかけて、いろいろな方法でね、手段を探っていくっていうのは、それは親御さんの仕事なので、何ていうのかな、その学校に行かないから落胆するんじゃなくて、そもそも教育の機会を与えるっていうのは、これは何ていうのかな、本人の確かに義務ではあるんだけれども、ある程度親御さんがそれはね、誘導してあげなきゃいけないところなんです。だから教育の機会っていうのはね、例えば学校行かない、小学校行かない、まあ、中学校が多いのかな最近ね、登校拒否ね、中学校高校とか、まあ高校だとちょっとね、もう単位の問題が出てくるけれど、中学校で行かないっていうのは結構出てくるんですよ。だからその時にね、やっぱり無理に行かせる必要はないです。で正直言って今の学校にいわゆるその不登校の子をケアするようなまあ、それだけの人材のね、教員って本当一握りもいませんから、無理に行かせたところで解決にならないし、大体がね、
パワハラする人の言い訳、これ指導だからパワハラじゃないから、リーダーならパワハラ勉強しろよって思った。コーチングとか受けた方がいいですよね、やっぱりね、リーダー職やる人はね。いじめする人も、パワハラする人も自覚がない。そうなんだよね、本当おっしゃる通り。そう、義務教育は学校に行く義務、そう思って無理してた。そうなんだよね、義務教育だけど別に行きたくない場合は別にその学校で勉強しなくてもいい、別にってなるからね。フリースクールだってあるし、保健室登校だってあるからね。その学校に行きたくないのか、そのクラスの部屋に行きたくないのか、まあいろいろケースはありますけれど、もうね、なんていうのかな、じゃあ行きたくないからってね、まあ今書き込みいただいてますけど、ユタポンみたいに YouTuber やるって話じゃないんだよね。そう、ああ学校行かなかったユタポンが学校行き出した後話題になってる。まあね、そうだね。あ、元先生でもあるからね。あ、そうね、私ね、一応ね。なんていうのかな、学校って、やっぱりね、難しいんだ。全員、要するに例えばだからクラスに、まあ私の頃だと40人30人いたかな、今はもっと少ないと思うんですけどね、30人多分以下だと思うんですけど、一クラスぐらいね。でその中でいわゆるその全員にやっぱ勉強をこうね、同じレベルで教えていくっていうのは正直言って学校では厳しいんですよ。でついていけない人もいればついていける人もいるし、ね、で当然そこで成績でね、まあ、コーツ出てきてしまいますから。で大体そのなんていうのかな、勉強のやり方がわからない人ってどこかで勉強のやり方っていうのをしっかりこう教えていかないと、がっつりとね、一生勉強のやり方わからないで終わっていくんですよ。そしてこぼれていくんですよね。だから正直言ってその勉強の内容そのものよりも勉強のやり方っていうのかな、でこれから人生長く生きていくのにいろいろその勉強のやり方ってあるんですよ。その知識の獲得の仕方、それから、なんていうのかな、自分が生きていくためにね、どういうふうに知識をこう蓄えていったらいいか、でその知識ってものをどういうふうに生かしたり使ったり整頓していったらいいかっていうね、だそういうの非常に大事なんですよね。学校行かなかった、あ、これは読みましたね、はい、山形の中学校で起きた殺人事件も、認めてないで加害者が親になっていると思うとおぞましい。認めないで加害者が親になってると思うとおぞましい。そうだね、山形マット事件ね。だからね、どんなに正当な理由があってもいじめはダメなんです。だからそれだけはね、どんなにもっともな理由があってもいじめだけは絶対にありえないことだから、それをだから大人の世界でやっているとその子供はやりますからね。自分から変わらないと変わりませんからね。子供の世界のいじめがどうこうどうこうとか言う人いますけど、じゃあその子供たち誰見てそれやってるんだって言ったら大人ですからね。それをね、やっぱりこうしっかりと理解してほしいなっていうのはすごくいつも思ってます。よくね、どうしたらいいんだって言ってね、そのいじめられてるんだけど、もしくはうちの子いじめてるみたいな、大体ね、自分の子供がいじめてる親ってあんまり問題視しないんですよ。いじめられてる方は問題視してくるんですけど、いじめてる子の親っていうのはね、あんまりその問題性をね重視してないことが多いんだよね。で言われてこう気づくことが多いんだけど、学校の先生そこまでねできるほどね、人生経験積んでないから、はっきり言うけど、自分も教員だったけれども、その教員になる前に私社会人やってて、もうそういうなんていうの、人間関係のめんどくさいのいっぱい渡ってきたから、やっぱりそういうのってこうするべきじゃないかなとか、あとこの部分はちょっと強硬的に言ったりとかね、わざとね、わざとこうちょっと教団で切れてみたりとかね、まあいろいろそういうの意図的にその心理学使っていろいろやったりとかしましたけれども、
正直言って私あんまりこうね、なんていうのかな、怒るとき結構あれなんですよ。こう溜めないとガッと怒れない人なんですね。本当の意味で切れるっていうことができないので、ガーッと溜めていかないとダメなんで、結構こう決断がいるんですよね。だけどやっぱりそれでもやっぱ子供たちのために、ここでちょっとここで沸騰しないといけないな、ここで沸騰しないといけないなって一生懸命こうね、沸かしてってこうね、沸騰してみたりとかして、でもすぐこう冷やすってやったりとかね、こう自分でこう一方的にこう一生懸命ね、こう努力したりしていました、正直言ってね。だけど学校の教員ってね、別に教員悪く言うわけじゃないんだけど、学校の先生にそこまでのスキルはない。なんでかって言ったら、ずっとその学校って言われるそのね、こう見てみれば教職員の世界ってちょっとあったかいんです。温室みたいな感じなんですよね。だからその社会の荒波って部分で非常にこう揉まれてないので、やっぱりね、そのいわゆる成人に対して、これからもっともっといわゆる修羅場に出てくる子どもたちを育てるっていうのは、なかなか正直言って厳しいなと思いますよ。友達の子供が急に不登校になっていじめかと思って理由を聞いたら、本人も泣きながら、よくわからないけど行きたくないし行けないって言っていたのを思い出しました。なんか自分でもわからないけど嫌なところがきっとあるんですよね。行けって一方的に言われても辛いですよね。そう、いや本当そうなのよ。はい、お父さん人殺したのって、子供に聞かれたらどう答えるんだろうね。噂ほど怖いものはない。いや本当そうだよね。だからその例えば自分が子供の頃にね、いじめをやってね、で結果として追い込みすぎてね、追い込まれすぎた相手の方が自分から自ら命を絶ってしまった、だそういうのがね、将来的にそのどうね説明していくのかなっていうのは非常にありますよね。あります。青ひげさん、まこさん、こんばんは、ピーということでありがとうございます。まあね、だからどうもね、そういうのがね、こう理解できないんだろうなっていうのがありますわな。はい、スタンプありがとうございます。行きたくないと言ったら担任が来ないと俺が困るからと言って、困ってるのでこっちって思った困ってるのこっち、そうだよね。そうなんだ。別に教員が困るわって別にしたことじゃないんだよね。で別に何ていうのかな、君のその何ていうの、評価とかそんなの、教育委員会からの評価とかしたことじゃないし、で私がまあ何ていうのかな、教員辞めて二度と教壇に立たないって叱った理由はそれなんですよ。評価するのが子どもたちではなくて、評価するのが教育委員会でしょ。バカげないのこの業界と思って こんなわけなあかんない仕事やってられるかと思ったんですね、実のところを言うと。だそれで、しょっちゅうその、当時ね、仕事してた勤務先の教頭とですね、私はこう毎日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 やってたんですよもう向こうも疲れたでしょうね。よくクビにしなかったなと思うんですけど、今思うと校長とかにいろいろ言われるんだろうなって思う。そうですよだけどそんなこと言ったって、じゃあその校長君は何してきたんだいって話になるわけですよ。君はじゃあそのいわゆる学級担任を持ってた時にそれだけの能力があったのかいっていう話になりますよね。今の先生でもね、今の学校の先生たちって、そうは私言いますけれども努力はしてますよ。すごい研修行ったりとか、いわゆるそういうなんていうのかな、人の個性ってものとか、そのクラスをまとめるためにこうどうしたらいいかとか、いろいろこう勉強はしてるんですね。ただ結局ね、もう根本的に欠落してるものが社会性なんです。それは私やっぱりそのなんていうのかな、本当に社会人を何年ぐらいやったんだこれ、10年までやってないな。社会人何年かやってね、その一番最初にね行った会社がね SEJ ですからねあれなんですけど、なん
んていうのかな、その人間関係もね、いろいろこう学びつつ、社会の黒いところも見ながら、ってところが結構あったので、でもこうやっぱりそのどんなにね社会がこの黒くても腐ってても何しててもやっぱりこう自分自身が腐らないでいかに生きていくかってことがすごく重要なんですよ。だそれを教えるのが本来教育なんですけども、やっぱりそこがねやっぱりおかしいと思ってた。そういつも王様女王様先生ですからね。いや本当そうですよね。教育委員会だけが評価するのは本当おかしいんです実際に。だから査定をするのが生徒じゃなくて教育委員会でしょう。 あと進学率とかそんなんでしょう。就職率とか学校決めたとかそんなのばっかりですからね。そんなのどうでもいいからね、はっきり言って子どもたちにしてみれば。それよりもやっぱ子どもたちがね、いかにその子らしく生きやすく生き生きと生きていけて、でやっぱり一番大事なのはそのもちろんねあれなんですけど、どこにでもいいからその学校を仕込むとか、どこにでもいいから就職を仕込むとか、そういう考え方じゃないんだよね。だからその一人一人の子にとってそのなんていうのかな、本人がねやっぱりこうきちんと決断できること、自分で決められることだ、それがねすごく一番重要なんですよ。どうもねその辺がこうやっぱり通じないんだよね、いくら言ってもね。まあこういうとこですよね。だから無理に登校させなくていいんです。で学校だけが全てじゃないし、勉強方法は他にもあります。で一番最後が重要なんですよ。目的意識と決断力ってものが持てなかったらね、子どもたちってね結局このためにずっと、要するに小学校小さい時から中学校高校、まあ行く果ては大学まで勉強するわけですよね。で目的意識と、それからまあだから目的意識があって初めてその、学んでることとか、そういうことが生きてくるんですよね。だそういうのってすごく重要なんですけど、どうも最近のね、親御さんたちとか、これをね意外とすっ飛ばしてます。特に私よりもちょっと私の世代かな、私の世代よりちょっといってる、まあちょっと年にいってる人とかね、まあその辺の世代ですよ。だからまああまりにも昭和の世代がおかしすぎてね、あまりにもちょっとおかしすぎて、こう逆にこう反動で甘やかしすぎちゃったっていう、まあ、言い方は変なんだけども、甘やかすっていうんじゃなくて、要するに本質を理解しないでいろいろこうね、要するに的を得ないでただ単に放任しちゃったってやつですよね。全然私ゆとり的な考え方はありだと思うんですよね。だから何でもかんでもその叱りつけてこうっていうのはちょっと違うと思うんですけれども、一番これなんですよね。目的意識と決断力がないから何にも自分で決められなくなっちゃう。だから要するに常にこう楽な方に行こうとする。でまあ普段はいいんですよそれでも。だけれどもその人間ってこう生きてきて決断しなきゃいけない時いくつかあるんですよ。いわゆるこう分かれ道っていう時かな。だそういう時にこうちゃんと自分で進路を決めるってことがね大事なんですね。だけどもその練習っていうのがやはりね大きく小さくもその小学校ぐらいからとかあるんですよね。そこでだから何でもその親御さんがね、まあ、こうお膳立てして、まあ、もちろん導くのはいいと思いますよ。だけれどもお膳立てして何でもこっちあっちこっちあっちってね、で例えばその何かねいろいろこうつまずきとかたくさんあるんですよ人間って生きてればね。で子供だからそんなことないとか全然そんなことなくて、子供は子供で一生懸命生きてるんですよね。だからそこに対してこう真剣に向かい合わずにね、まあこう、まあ、適当にして生きていってみれば、学校に行ってればもうね何でも任せっぱなしみたいなところでね、そういうのでやっぱりやってきちゃってる世代が結構まあね、その言ってみれば子供っていう世代ね、なんでこれ結構難しい世代なんですよね。はい、最初の会社が、今年は最高益。そうだね。商売って利益出すことすっごい大事だよ。安く売って顧客を喜ばすんじゃなくて、いいものを売って顧客を喜ばして、ね、ちゃんとね物流っていうか、このなんていうの、物が流れてるわけですよ小売業ってね。でその全てに携わる人ですよ。物を作って仕入れて、物を作ってね、その仕入れる時に売る人も含めて、それから物を運ぶ人、販売する人、もう買う人、全員がもうなんていうの、
潤わなければ意味がないんです、うん、全員が儲かんなきゃ意味ないし、要するにエンドユーザーで買った人間がね、あ、これ品質そうそうでいいものだよねっていうね、まあ、そういう喜びと、それからその流通に携わった人たち全員がね、こう売れば売るほどね辛いとか泣くとかそういうんじゃダメなんですよ。そんな事業成り立たないんです。そんなことばっかりやってるのがイオンですから。ベンダー泣かせてね、ベンダーって、まあですね、ちょっと難しい配送付き問屋なんですけども、商売やってて顧客に安いの売って売上の数字だけ上げて利益が出てないっていう、それはもう商売じゃないです、はい、確実に儲けなければそれは商売じゃないんです。はい、コンティニューコインありがとうございます。恐れ入ります。はい、いじめするやつに関しては何もできないのが学校。まあ実際そうなんだよね。だって公立学校だと定額すらだって簡単にできないんでしょ、公立だとね。私公立学校は、ほとんどいたことがないんで、私学ばっかりだったので、基本的にはね、公立高校はねちょっとやりましたけど、はい、その後先生学校大好きマンだったらしく、学校に行きたくないとかいう感覚がよくわからないって言ってたな。だね、それはね、学校に行きたくなくない人っているんです、一定数で。多分そういうのがやっぱ教員やってると、それは気持ちわかんないですよね。だけど気持ちわからないっていうのは、それは知ろうとしてないからです。それはだから人間的に浅すぎるってことなんですよね。自分の歩んだ人生以外のその人の気持ちがわからないっていうのは、それ人間の浅さです。はい、もっと簡単に転校ができたらいいのになって思う。大人だとさ、転職って方法があるやん。なんか別の選択枠が少なすぎるよなって常々思う。まあね、それはありますよね。実際にね、もっとね、なんていうのかな、転校もそうなんですけど、いろいろね、こうもともとその選択肢があるよっていうところと、あとその何ていうのかな、いじめをするとどういうことが起きるかっていうのをね、きちんとこう、伝えていかなきゃいけないし、実際だからそのいじめって言ってみれば、いじめってこう便利な言葉がありますけど、普通に考えたら、例えばそのいじめがね、いじめの中で例えばですよ、ちょっとあんまりねあれですけど、旭川のね、いじめで亡くなった女の子いますよね。ああいうことまでやってたら犯罪ですからね。普通に犯罪なんですよ。いじめって便利な言葉使ってますけどね。盗みと喧嘩はね、あれなんですよ。盗みと喧嘩普通に犯罪ですから、それもね。だそういうのもね含めてだよね。あとね、なんていうのかな。子供たちにこう殴られた時に、こうなんていうのかな、弱いよねみんなね。すごい思うよ。だから子供に手を挙げられた時に警察呼ぶっていうんじゃなくてさ、その手前の段階でね、もっと自分ができることあるだろうっていうのがあるよね。高校はすぐ定額万引き、喧嘩、喫煙、飲酒、集団万引き、多い順に並べた。なるほどね。盗みと喧嘩多かった。いじめしてる子は家で甘えられてるのかなって。大人でもだけど、心が満たされてれば人間いじめないと思うの。だからそれがね、やっぱさっきの話に戻っちゃうんですよ。結局、なんていうのかな。もう当たり前のようにやるでしょ最近。だから例えばその人の悪口をその人の見えないところで言ったりとか、例えばその職場でね、ちょっとその仕事ができない人がいたら、そういう人をこうね、ちょっと突き放してみたりとか、そういうことをやるでしょ。だからそれって間接的ないじめなんです。だからそれをそういうふうにしないとストレスが溜まっちゃうって、それその人間が腐ってるんです基本的に。別に仕事ができなかったらできなかったで、別にそれはそれで考えるのはそれね、管理者の仕事なんですね。でもしだからそれのねとばっちりが自分に来るんだったら、それはね本人に当たるんじゃなくて、
管理者なんですよ、それやるの、考えるの。だから自分は自分でそのなんていうの、できる範囲でのやれることをやればいいだけな、それが仕事なんです、だから自分がそのなんていうのかな、その人ができないから、もちろんできる範囲でのね、フォローってしてもいいと思うんですけど、できないことまで無理してやる必要ないんですよね。だからそういうことを要するに強いられちゃうから、いじめとかが出ちゃうんですよね、職場の話ね。でも学校だと別にその人が変わってるからって言ってとか、例えばね、なんかその協調性がないとか、まああといろんなお子さんいますよね。だからそのまあ境界知能のお子さんとかもね、結構入ってたりするんですよ、一般学校ってね、普通校ってね。だからそうするとやっぱりそういう部分であったりとか、まあそれからなんていうのかな、どうしてもですね、やっぱりご家庭によっていろいろあるんですよ、その人その人のね、こうお子さんの考え方があるので、やっぱりそういうそれぞれいろんな違った価値のね、ご家庭がこう集まるので、まあ、その中でこう新しいね、こういわゆる、なんていうのかな、協調っていうのかな、まあ、いろいろその違う価値とか価値観とか違う考えとかいろんなものを持ってる中でね、こうそれぞれこうみんながこう持ち合ってね、いかにこうね、共生していくかっていうね、協力してな、協力してその新しいいいものを作っていくかってことを、そのいわゆる小学校ぐらいの集団からそれをやっていかないで、ただあいつ変だあって、それでこういじめちゃうっていうのがこう文化として出てくるじゃないですか、だからそれはねやっぱりもったいないねで特にそれが小学校高学年とかから始まるんですよね。で結果としてそれが中学校で、まあ思春期もね相まってマックスになるんですけど、まあそれをだから大人がガツッとやらなきゃいけないんですけども、その大人がガツッと言うべきところに、結局大人がね、例えばね、そういうふうに感じでしょ、要するに人の悪口とか人の文句とか、そんなことばっかちっちゃ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 かずっと言ってる人多いでしょ、だからそういうのって意味ないんですよ、誰かの悪口とか誰かの文句言ってたって何にも変わんないんだから。万引きしたものメルカリで、新品同様品で売ってるやついたからな、そいつは逮捕の後自主退学。そうだから、そういうのは犯罪なんですよ犯罪は犯罪でダメだからっていう、犯罪はダメなんです、だからいじめもほとんどの場合ですよ、犯罪に該当するんですね。だからそれは犯罪だからなっていうね、一言で、犯罪はねほとんどの場合ね、あれですからね、その先の人生しばらくこう棒に振りますからね、それはいくら子供であっても、ね、まあ厳重注意とかなる場合もありますけど、それ二度目はないですからね、基本的にね。でまして例えばこう遠回しにでもね、こう例えば人を殺したとか、あとそれからね、傷害罪的なことをしたとか、恐喝したとか、もうそういうのはね、まあ、犯罪ですからね。別にそれ学校が指導するってレベルじゃないんですよ、はっきり言うと。もう学校が指導するレベルじゃないです、そんなのはね。そう、高学年になると体格もそこそこ出来上がってくるから、痛いのなんのって、そうなんですよね。だからまあいわゆる暴力はもうだから犯罪なんだよってね。だからそれをね、こうやっぱりしっかりとこう教えていかないといけない。だけどじゃあ今ね、子供たちだけじゃなくて大人の世界どうかって見たとかいいです、やっぱり。どうやったってやっぱ子供って大人を見てね、大人の生き写しになります、考え方とかもそうなりますからね。子を尊重して、共助と、相互精神が欠落するジレンマ、まあね、まあそれもあるんだけれど、その共助精神を育てる前の段階になっちゃうんだよね。だから子を尊重するっていうか、別に自分と同じである必要はないんです、周りの人間って。人間が違うんだから、違って当たり前なんですよ、みんな一人一人。だその中でいわゆるその共助ってことをしていかなきゃいけないし、その共に助け合っていくっていうね、精神をしなきゃいけないんですよ。だからそもそも自分と違うからっていじめたりとか攻撃しちゃダメなんです。だからそこがね、やっぱり大きく間違えてる。だけれどもね、だけれどもこれあえて言いますけれども、いかなる理由があってもいじめる人が悪いです、これは。いじめる人間が悪いです。じゃあその背景にあるのは何かって言ったら、いわゆるそういった
なんていうのかな、いじめられる、ね、対象になる子って言ってみれば仲間外れになってるわけじゃないですか。でどちらかというとその人間とこう協調を取るのが苦手な子が多いわけですよ、うん、だからそういうふうに協調性を取るのが苦手な子がいるんだったら引っ張ってあげる子もいなきゃいけないんです本来はね。でその引っ張ってあげる子に対してまたその集中砲火するんだったら、まあ、それに対してさすがにお前いい加減にしろよって言わなきゃいけないわけですよ。だそういうのをこうやりながら、社会ね、社会化していくっていうね、なんか本来なんですけども、いかんせん大人の世界がひどいからね、だから結局真似するだけですよ。で見てないからいいだろうじゃないんですよ。見てないことのことも大人真似しますからね。大人の真似しますよ子供って。見えてないからいいだろうとか、子供の前ではそういうこと言わない方がいいだろうって、いやそういう問題じゃないから、あなた見てるのはそういう悪いことを言ってる、悪いことをしてるあなたじゃなくて、見てるのはあなた自身ですから、なんていうのかな、やっぱりそういうのがね、やっぱすごく重要だなっていうふうに私は思ってるんですけどね。だからどうしたってその例えば教育現場ってそういう部分では腐ってますから、もう本当にそのまあなんていうのかな、自分がそのね着任中に大きないわゆる揉め事がなく、例えばその進学率が良くとかね、そういうのでねやっぱ評価でされるじゃないですか。問題が起きれば起きるほどやっぱりこうね、教員って評価下がりますからね。その問題を解決したのが点数にはならないです教員って。だから問題起きない方がいいんですそういう職場だから、そういう環境だから本当に嫌だなって思ったんだね。人殺してるようなやつもいます。普通に暮らしてるけど旭川、そうだね。だから結局だからそれに対してあの集団は最初から罪意識がなかったでしょ。だから教職員もその加害生徒も、もう全然罪意識なかったでしょ、だから要するにその間に至るプロセス何があったかわからないですよ。だけれどもさすがにね、スケベ写真を送ってこいとかね、そういうのはねもう終わってるんだ。もうそれ犯罪なんだね、脅かして金取ってるとかそれも犯罪なんだ。もうだからそういうのっていうのをだからねやっぱり分かることができない、分からせることができない、やっぱそういうふうな生き方しちゃってる大人って、私はそっちの方が問題だと思う。で結局だからなんていうのかな、あまりにも自分にこだわりがない大人が多いんだよね。もっとねなんていうのかな、自分自身ってものにこだわった方がいいです。人がどうのじゃないです、自分です。自分が変わっていかないと周りなんか変わりゃしませんから。どんなにだから俺だけ一人だけ変わったって周りなんか何も変わんないよ。いやちょっと待てよ、まず君が変わらなかったら何も変わらない。まずだから自分の子供がいじめられてないからいいじゃなくて、自分の子供が学校でいじめやってないかをまず気にした方がいいです。もしだから本当に学校でいじめやってることが分かったときはもう本当に半端なく切れていいと思います。だってそれ犯罪だもん。人傷つけるってことは一番いけないことだからね。もうだからその人を加害してるってことをしたときにはもう本当に本当にもうだからなんていうのかな、もうこの世の終わりぐらい切れていいと思いますよ。だけどもそういういわゆるだからなんていうのかな、コントロールして切れるってことができないでしょ今の大人って。だからそういうのちゃんと教えてあげられないでしょ。これはダメなことなんだよ、ね、こういう人の痛みとか人の心とかそういうところをしっかり理解して、じゃあなんで自分がそういうふうにね、目的意識と決断力を持っていかないかって言ったら、それがないとね結局自分も幸せになれないし誰も幸せにできないんです。でそんな人ばっかり世の中増えてったら本当にあれなんですよね。だからそれが今の我が国の姿ですよね。だいわゆる平和ボケしちゃって危機意識ないから、もう自分のことばっかりしか考えられない人ものすごく増えましたよね。だからそれでもいいかもしれないよ。それでもいいかもしれないんだけど、もうその先には破滅しかないんだよね。だから
我が国がおそらくここまで道徳とか治安とかがいい理由っていうのは、そういう人間がかつては少なかったからなんです。だけれども我が国って最近そのなんていうのかな、本当に自分の身の回りだけを見て全てを語ってみたりとか、そのなんていうのかな、自分が本当に今さえ良ければいいやとか、まあ、適当にその死なない程度に生きてればいいやとか、別に例えばね、人に迷惑かけてなきゃ、自分は別にそれで生きてればいいやって、そういう考えじゃないですか。自分がそのだから社会の一員として生きてるって自覚がないから、結局自分のことしか考えられなくなっちゃった。もうそれがだから当たり前で常識で当然になってきちゃってるんです。だからそのいわゆるおかしいってことに、それがおかしいってことに気づかなきゃダメなんです。だから例えばその自分が殴られてえらい目に遭うのが嫌だからね、例えばなんかそういう、例えばですよ、変な話ですよ、目の前で例えば誰かが暴力を振るわれているものをね、止めずにね平気で言ってしまうっていう、だそれねもう分かってんですよ。要するに怖い人には怖い表情を出していればみんな誰も絡んでこないってことが分かってるから、平気でそういうことやるんです。それはだからもう今の若い子に限らず、今の少しだからもうちょっとね、だからそうだな、おじ兄さんおば姉さんぐらいの世代からもうずっとそうなんですよ。だからそうやって結局何でも見て見ぬふりしてきちゃったから、今の世の中があるんですよね。でそれがなんかスタンダードになってきちゃって、あとなんかこうややこしいことには関わらない方がいいとか、そういうふうなずっと来てるじゃないですか。だから例えばそうだな、要するに自分がだからこう対処しきれないね、人とか、別に自分が関わったことないようなタイプの人ね、だ一番だから私のところでこう一番関わりとして多いのは障害のある人と障害のない人ね。で障害のない人が障害のある人のことを分かろうとしないってことをしてれば、それはずっと分からずに生きていけるんですよ。関わることを避けてれば、どうやって自分が触れたらいいか分かんないかってことをね考えてない人にとってみれば、それは関わらないが一番なんですよ。要するに自分が何かね、ミスをしてしまって事故を起こそうとか一番怖いって考えちゃうから、関わらないで生きていくのが一番いいんですよね。だけどもそんな人ばっかり増えたらどうなります世の中。何にもいいことないわけですよね。結局みんながそういう風になっていったら世の中何もいい方には向かわないんです。でも今ってどちらかというとそういう考えされている方があまりに多いです。だから結果として例えば学校がね、なんていうのかな、学校に行かない子供とか出てきたら、それは要するに人と違うから、それはえらいこっちゃってなるわけですよね。まあそんなことよりもその個人のね、将来をもっと見てほしいなっていうのが私のね こだわりではありますね。異なり主義の教育現場、成績主義の社会、その価値観を正しいこととして生きる大人、そんな大人を模範にして育つ子どもたち、偏った、価値観を正しいと思うことから、その価値観の外を悪、間違い、ね、避けるべき対象と思うことになる、そういうことがいじめの、遠因になるのではと思います。そうですね、まさに本当非常にまとめていただいてありがとうございます。そうなんです。だからね、本当にね今ね風来坊みたいに生きてる人多いですよ。だけどねやっぱりその中でもね最近ねすごくこう私はねなんていうのかな、こうもうそれこそね目的を持ってね、自分の中でこう社会的使命を持ってね、もう大学に在学中からねこう起業しちゃうぐらいパワーのある子供たちともね会ってるしね、本当すごいなと思いますよ。真面目に考えてるなってね。いやー君まだ君まだまだ成人式迎えてないよねっていうねそういう子だっているんですよ今。今の若い子たち舐めちゃいけませんよ本当に。今の要するに私ぐらいの年齢付近の人たちのじじばばなんかよりもね、まあ、人の数ばっかり多くてね何にもできない、ね、もう全然そんな人たちよりも人間少ない中でいろんなことしようと思って考えてますよ彼らは。だそういうなんていうのかな、もっとねこうね別の意味でこう若いもんに負けてる場合じゃないなって思われた方がいいですよね。なんかそのねすごく思いますね。はさかぼいさんこんばんは。ポリコレ的閉塞感が普通みたいな社会がこちらとしては辛いですね。確かにね、確かにな、ポリティカルコレクトですね。まあね
ポリコレっていうかね、まあなんていうのかな、結局ね多様性を認めるってことは、そのなんていうのかな、あのね、自分を認めてもらうってことになるんですよ、うん、だから一人一人がその多様性をちゃんと認め合うってことは自分を認めてもらうことになる、うん、だそこがね結構分かってないのかなって思いますよね、うん、だからそういう人間って一人一人が違う、だからみんな同じ能力じゃないから、だから社会って本当はうまくいくんだよっていう。でも今までのその我が国の常識ってみんなが一定以上のこうスキルを持ってればなんとかその回っていくよなっていうね、なりますよね、はい、そう、反惑とポリコレ共通してますよね、うん、確かにね、すごい共通してるとこあるよね、だって反ワクチンやってるあの米国のケネディさんの息子さんとかってあれ分かってやってるからね、うん、結局なんていうのかな、まあそういう人たちから言ってみれば、自分が反ワク運動をやれば自分のネームバリューで、まあなんていうのかな、このお金がね、いわゆるいくらでもこう巻き上げることができるよっていうのは分かってますからね、あの辺の人たちって、でもやっぱ我が国民ってそういう民族じゃないはずなんですよね、でもなんかそういうなんていうのかな、海外のことをね真似るのはいいことですよ、海外を真似るのはいいことなんですけども、そう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 ね、ただいわゆる悪いところは持ってこなくていいんですよ、本質理解していいところを持ってくればいいんですね、例えばだから一番分かりやすいのだと肉食ですよね、海外からね肉を食べるって文化を持ってきたけども、肉だけ食べててね、ひたすら肉だけ食べててね、結局肉だけ食べてるようになったら、まあそれはその分太るんですよ、だその食文化のいわゆる、表面的な部分だけ持ってきてしまって、いわゆるそのもっとね、そこの部分というのを持ってこないから結果として肥満だけ増えたっていうね、まあそういうのが我が国のね、一つの文化の持ってき方なんですよね、こう全部持ってこないから表面だけ持ってくるから結果としてそのなんていうのかな、その持ってきたものがね、こう害になってしまうというところがあったりとか、かつては違ったんですよ、ね、仏教を持ってきた時だって我が国はちゃんとそのもともと我が国にあったいわゆる神社とかの、ね、文化をねこう仏閣とこうねいわゆるこう調和させて我が国の文化って出来上がったんですよ、どっちも否定せずにねこうあまりにもおかしいところはこうね否定していきで出来上がったんですよね、ところが今どうですかね、何でも海外でやってるから海外に負けるのを恐れるのは海外がやってることは正しいってそれは違うよって話だよね、我が国がやってることでもそのなんていうのかな、我が国だからこそそれが成立するからそれが正義ってものもあるわけですよ、まあ、例えばマスクだったりワクチンだったりするわけですよね、我が国は昔からねあるわけですよ、ちゃんとその要するに風邪をひいたらね、風邪をひいたらマスクをしていくっていう文化があったわけです、でもそんなの海外から見たら何でもマスクしてんだよってね、病人みたいじゃないか、いや病人なんだよねっていう話なんだけど、風邪ひいてんだから病人なんだよって話なんだけど、そういうなんていうのかな、いわゆる本当のそれがねあれなんですよ、気遣いなんですね、だそういうのとか要するに人と人が関わる中でのこう自然な思いやりっていうんですかね、だかそういうのがやっぱりこうすごく最近欠落してると思います、そしてこうなんていうのかな、めんどくさいものは関わらない、蓋をする、ね、で結果としてその自分さえ居心地が良ければいい、だそういう考え方っていうのがね、まあ、最近は本当に主流になってきて私はすごく残念だなっていうふうに思います、でその子どものたちのね、いじめとか、まあ、それから不登校とか、まあ、そういうのとかってこう騒いでるかもしれないんですけど、自分たちが過ごしてきたことって過去なんですよ、で子どもたちはこれから先の未来を生きるんですね、だから未来を考えた時に、どうするべきかとか、まあ、そういうのをねこういつも考えなきゃいけないと私は思うんですけどね、だからそうするとおのずとこの不登校になった時の答え、ね、それからうつ病になった時の、ね、どうしてもなってしまうきっかけで、こういったものに対してどう対処していくかっていうのがおのずと答えは出てくると思うんです、要するに自分たちが過ごしてきた常識は通用しないんです、これからの子どもたちにはね、だけれども目的
っていうかね、その要するに大きな意味でのね目標とか目的って一緒じゃないですか、ね、その社会全体がこうね、みんなが協力し合って快適に回すっていう、ね、回っていくっていう部分ではね、本当はそこなんですよね、最終的にはね。だけれどどうもなんていうのかな、今って現状が維持されていることが当たり前のように感じている人がいるんですけども、もう残念ながらその時代は終わりのようなのでね、おそらくそうなった時にまあ半パニックになるのかなって私はちょっと最近感じてます、うん、だっていくら言ったって結局それが現実として目の前にないものは通じないんだなっていうふうに思ってますよね。例えばその、まあ、隣国でね起きてることとか台湾有事だったりとか、まあ、それから人は悪いことしないからって言ってね、例えば工作かけてくるロシアとか中国とかね、だそういうところとかもね全然こう理解しないし考えもしないし、ね、だそういう人っているわけです、だから興味もないっていうね、まあ、確かに若い人ってその政治に興味がないっていうのは我が国では当たり前になっちゃってますけども、まあ、それは本当は違うんですからね、本来はこの先生きていく若者って今のね状態にある程度こうね不満があったら本来は政治に興味を持っていくってものなんですけども、不満も不服もないんですよ今の若い人たちってねそれがもう当たり前できちゃってるから、いわゆるそのね30年間所得変わってないわけですから、ほとんど変わってないわけですから、だからそういった部分に関してじゃあどういうふうになるかって言ったら、自分たちは頑張ってるけども、要するにたくさん金もらってるやつが、まあ、悪だみたいなね、なんかそういうふうになるわけですよ。でもそれは違いますからね、それなりに要するに、給料もらって生きてる人間ってそれなりに努力をしてきて結果を叶えてきた人たちなんですよね、だからそういう人たちに対してあ自分もそうならないといけないなっていうふうに考えなきゃいけないんです本来はね。だそんな妬んだってしょうがないですから、LGBT 法は世界の潮流で、理念法だから大丈夫とか言ってた連中は息しているのかな、静岡地裁の判決はやばいよね。そうちょっと私も前ね見てみないとは分かんないですけどね、静岡の判決に、まあ実際ね、理念法だって言いながらも結構やばい法律ですよね、まあ、それは確かにあれはね、ま、真面目に考えてたら怒りますよ、だから何ていうのかな、なんだ日本保守党の百田さん、作家の百田直樹さんで、まあ、本大好きだから、まあ、本はもう一冊残らず買ってるんですけど、株主が悪いとか言ってバズらせて金儲けしてる連中にはもう静が走る、そうだね、だって物言わないからねほとんどの株主ね、で物言ってきたかな、株主が物言ってきたかなと思えばさ、外資だからね外資が結局利益を追求するために言ってくるとかね、まあそんな感じだからね、本当に困ったもんだよねって感じですよね。はい、声を上げたり動かないのとダメなのは分かるけど、アナログすぎるのも本当問題だよねって思います。そうね、やっぱ時代が変わってきてるから、その時代の潮流に乗りながらさまざまなことをやっていかないとと思いますよ。時代流れますから、もう今の時間は過去なんですよ、ね、この先今これからやってくる時間が未来なので、それをこうちょっと考えた時にね、まあ、50過ぎたおっさんが未来とかね将来とか言ってる、なんか他を名和って言われるかもしれないですけど、僕はそういう考えじゃないです。僕はそのなんていうのかな、どこかで息絶えるまでの日まで未来のことは考えていきます、明日死ぬかもしれないですけど、それでも僕は未来のことを考えていきますよ、だってそんなのつまんないじゃないですか、法律も時代に合わせて本当変えてほしいと思います。いや本当その通りよ本当その通り、本当その通り。だから憲法ずっと守り続けてるなんて何も偉くないですよ、ね、本当に本当に偉くないです。はい、ってことでね、ぼちぼち、配信終了の時間になりますので、ね、もっと話したいなってところありますけど、私も寝ないといけないんでね男性器ありの性別変更認めないのはおかしいという趣旨でした。あ、なるほどね、それはちょっとおかしいよね。
ってことで、1時間になりましたので終了したいと思います。本日もドクターラスカル2330ご視聴いただきましてありがとうございます。 YouTube でお聞きの方は右下のラスカルアイコンからぜひチャンネル登録をお願いいたします。ニコニコ生放送ツイキャスオープンレック TV でお聞きの方はフォローをお願いいたします。ではおやすみなさい。